日本維新の会減税日本広沢一郎一郎一郎広沢一郎でございます。こんにちは。日本維新の会の新人広沢一郎さん、傍らでその姿を見守るのは、暑さがありますので、もう大丈夫かなというような気持ちもありまして参りました。妻のマリさんです。日にも焼けて静観な感じになってというか、もう選挙に向かっているというので、気をようようとしてというので、もう毎日送り出しています。IT ベンチャーの起業を経て、愛知県議や名古屋市の河村市長を率いる地域政党減税日本の幹事長を務めた広沢さん。去年まで名古屋市の副市長として主に教育問題に取り組んできました。一人にもとても多くに届くように、地道な活動をということになりますけれども、今日を伝え続けていけたらなというふうに思います。顔の結構イケメンと言いましたね。ちょっとひまわり河村市長。この日は高い知名度を誇る河村市長の力を借りて自らをアピール。しかし写真を撮っている様子をよく見てみると、背後霊のように後ろから顔を出したり、時には半分切れている場面も。使わないですよ、これはまあ人気者ですから一緒に入るという、もうこういう作戦ですのでもう人気にあやかるというのは、これも選挙の常道ですので。あ、おはようございます。帰ってきました。どうぞ。これ娘です。名古屋市内で3人暮らしの広沢さん、帰宅後高校2年生の三女リナさんが持ってきたのは、今日どれやる？これ点と直線。あ、点と直線。これがここね。娘に数学を教えるのが癒しのひとときだといいます。まあ、私3人娘育てましたけど、ええ、一度も嫌われたことがないのが自慢です、ええ、そんな広沢さんについて家族は、河村さんのホームページを見て自分で応募して、行動力がすごいなと思って。でもこう決めたことはやってみようっていう、そういう前向きなところがもともとありますので、私もこう乗れる船には乗ってみようっていう。